万丈の滝万丈の滝は、静岡県伊豆市の中伊豆地区にある高さ20メートル、幅6メートルの滝。一万丈の滝と書かれることも多く、別名は、恨みの滝。古くは、大滝と呼ばれていた。天城山の北陸を源流とする狩野川、その支流である地蔵道川に滝は位置する。およそ2万4000年前に、伊豆東部火山群の活動の一端として、 地蔵堂火山が誕生。そこから流れ出した溶岩流の末端付近にあるのが満丈の滝である。溶岩の岩盤には中上節理が発達している。別名に現れているように、以前は滝の裏側を見ることができたが、岩盤の崩落の恐れがあるために、現在歩道は閉鎖されている。また、2010年から2011年にかけて、崩落防止のために、 中上設備の溝をモルタルで埋める補強工事が行われ、自然そのものの姿は失われている。滝は、県と伊豆半島の七四六町が取り組んでいる、伊豆半島ジオパーク構想の候補地の一つであったが、致命的な形で手が加えられたため、この滝をジオサイトとして指定することができなくなった。滝には、この地に住んでいた赤姫の木を折る音がこの滝の水の音と合わして、 牛の鳴き声に似ているので、滝の主はこの赤姫の飼っていた赤牛であるとの伝説が残されている。周囲には一万畳の滝キャンプ場や宿り木などがある。毎年8月中旬には一万畳の滝祭りが開催され賑わう。修善寺駅から伊豆箱根バス万場の滝行で万場の滝下車。静岡大学防災総合センター静岡大学。 教育学部総合科学教室、小山正人研究室、伊豆の第一の物語伊豆新聞連載記事、川中島、建設 DK ボンド広報志向実績一覧、静岡大学防災総合センター静岡大学、教育学部総合科学教室、小山正人研究室、伊豆ジオパークの目標ジオパークの保全伊豆新聞、連載記事、ありがとうございます。